C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日は篠さん教えてのコーナーでございます。カラーで髪が染まるのはどうしてなんでしょうかということを簡潔に説明したいと思います。まずカラー剤というのは一般的に1液と2液と混ぜて使うものなんですけども、そのカラー剤のことを何というかというと、アルカリ性酸化染毛料と言います。美容師的にはですね、永久染毛料とかアルカリ性カラーとかいうような感じで学校では習うんですけども、正式名称としてはアルカリ性酸化染毛料です。で、1剤チューブの方ですね。チューブの方はどういう成分かというと、染料とそれからアルカリ剤が入っています。染料というのは色ですね。例えば、アッシュ系だったら青とか、赤系だったらもちろん赤とか、まあ、そういったものが入っている染料とアルカリでできています。で、2剤です。2剤は何かというとですね、過酸化水素水という酸化剤になります。酸性のものですね。で、これとこれをですね、混ぜます。混ぜて髪の毛に塗布する。でどういう反応が起こるかというと、ここに書いてある通り、1液中のアルカリ剤がキューティクルを開き、髪の中へ薬を浸透させます。要するに髪の毛っていうのはですね、酸性なんですね。お肌も酸性ですね。弱酸性で pH4.5 から 5.5 って言われてるんですけども、 pH7 が中性です。で、アルカリ剤っていうのは、まあ、pH っていうとね、10とか、11とかあるんですけども、それによってですね、キューティクルがふわっと膨張っていうんですか、開きます。で、この開いたタイミングで1液と2剤がこう混ざったこの混合液を中に浸透させていくというのが、このアルカリ剤の作用になります。そして中に入った薬剤が何をするかというと、こう2番ですね。アルカリ剤により加水が分解されて酸素を発生させます。この過酸化水素っていうのはですね、化学式で言うとですね、こういう式なんですね。H2O2。 これ分かると思うんですけど、 H2O というのは水ですよね。水に酸素が1個多いから過酸ですね。で、それがですね、アルカリ剤により加水が分解され酸素を発生。要するにですね、ここから1個酸素が外れて、まあ、水になるんですけども、この酸素によりメラニンを脱色します。要するにこれはブリーチ効果といいますね。分かりやすく言うとブリーチ効果、ブリーチ効果によりメラニンを脱色します。脱色した同時に染料、酸化染料なので、酸化して発色するので、酸化されて発色されますと同時に、染料は発色するとですね、まあ、1個で発色するのではなくて、こうくっついていくんですね。で、くっついたことによって中に入ったものが大きくなって外には抜けなくなるということで、カラーの発色がされて染まるというような仕組みになっているのが、大まかなカラーの仕組みになっています。ではですね、メーカーによっていろんなカラーがあると思うんですけども、その特徴っていうのはどうやって決まるのかというとですね、そこがこの赤のところですね。1剤のアルカリの強さ、それと過酸化水素の強さによるものです。カラーの違いは、実はですね、加水というのはですね、これはちなみに 3% 6% なんですけど、パーセンテージっていうのは自分たちで変えられます。ただ日本の薬事法で 6% までしか使えないです。分かる通り、加水が強ければ強いほど髪のメラニンを抜く効果は強くなります。アルカリが強ければ強いほどキューティクルを開かせる効果が強くなります。それによってカラーの違いはどういうふうになるのかっていうのを次の動画で説明したいと思います。ここまで分かったでしょうか。それでは一旦ここで終わりにしたいと思います。3、2、1、9。
最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。